はい、こんにちは。レク専任講師の矢島です。本日はですね、予備試験 の、まあ、あの新しいパンフレットをね、2019年の5月に、まあ、出してるんですけど、まあ、そこに掲載されてる私の講座、あと、まあ、掲載されてないあのものもね、あるんですけども、そちらのちょっとね、講座の方のご案内のためにこちらのね、動画を上げさせていただきました。で、まあ、こういう動画をね、ご覧になられてる方っていうのはね、まあ、これからどういう勉強していったらいいのかどうかってことを、まあ、おそらくちょっとこう考えてね、迷ってるような人が、まあ、多いんじゃないかと思うんでね、まあ、それでちょっとこうね、そういう、ちょっと勉強の方法に役立つようなね、ちょっと講座をここでねご紹介させていただこうと思ってますね。で、今日はあのこの説明をするためにちょっとレジュメを、用意しておりまして、まあインターネットの方でね、あのダウンロードできるように、あのウェブ上閲覧できるように、まあ、あのしてありますけど、まあ、ちょっと画面の方にね、映していきますね。でまずですね、この矢島担当の主な講座の一覧ということでね、まあ、2020年 の合格目標にね、した講座をあのこう新規でねどんどん作って、提供をしております。で、1個目のブロックのとこですけど、まあ、最新の、法改正や判例に対応ということなんですけど、まあ、あの私の今年ね2020年合格目標としてあの出してる新しく作ってる講座、これ全部改正法対応してますんでね、まあ、そこのところはあの心配しないで、あのこうね講座の方を利用してもらえればと思いますね。で、この2個目のブロックのところなんですけれども、まあ、合格に必要な能力を身につけるためのまあ4つの講座ということで、まあ、何をねこれからやっていいのかどうかっていうことをこうね、なんかよくわかんないなっていう人のためにですね、まあ、とりあえずこの講座さえ取っておけば、まあ、間違いないよっていうものをまあ用意してね、るものが、それがこの4つの講座ということになりますね。で、特にその中でもこの ① と ② ですね、矢島の即時インプット講座とこの矢島の論文完成講座、これがまあ核になるものでして、であとはこの ③ ④ っていう形で、まあ、これは直前対策の、ね、講座なんですけど、年明けにね、やるものになってますけども、まあ、この4つの講座でね、うまく基礎固め、や法的思考能力をね、身につけることができるようになってます。で、まず一個一個ちょっと簡単に、説明をいたしますと、まずこの ① の講座ですね、矢島の即習インプット講座というものなんですけれども、まあ、このレジュメで言うとね、3つ目のブロックのところになります。これ全部であの108時間の講座になってまして、まあ、合格に必要な基本知識やね、重要判例を体系的にまあ確実にまあ習得してね、まあ、どのような問題にもまあ対応できる、まあ、真の学力をまあ身につけるためのまあ講座になってますね。まあ、講義のね、サンプル動画をね、インターネットの方でまあ今閲覧できるような状態になってますけどね、まあ、そちらの方をちょっと、興味があったら見てもらえればというふうに思いますね。まあ、結局論文試験でもね、担当試験でも、まあ、あと予備試験ね、口述試験がありますけど、まあ、試験に合格するにはやっぱり最後は基本が大事でね、なんかこう突然こう本に書いてないようなことをこう問われた時に、やっぱその基本に戻ってね、そこからまあ一からこう考えてね、答えられるようにすれば、まあ相対的に合格できるんですよね。まあ、結局試験って100点満点取る必要はなくてね、合格するには100点満点取る必要はなくて、他の受験生と比べて、まあちょっとできてね、合格順位に入れればまあいいわけなんでね。で、そういう時にやっぱり大事なのは基本知識なんですよね。なんか突然こうね、あの見たことのないような問題を、あのこうね、突拍子もないようなすごい応用のあるような問題をね、知ってる必要っていうのはなくてね、まあ基本知識からそういうのをこうね、自分で理屈を積み上げて考えられるようにね、することがね、一番の合格への近道なのかというふうに思いますね。で、そういうね、本当の基本を学ぶための講座がこの矢島の即習インプット講座ということになってます。まあ、で、今度丸2の方なんですけども、矢島の論文完成講座ですね。こちらの方はですね、まあ、インプットの方で、まあ、身につけた知識をね、まあ、結局本番の試験でね、いろいろ論文試験で事例処理を問われるわけなんですけど、その、どんなに知識を身につけてもね、そのままでは事例処理できませんからね、その事例処理をするのにね、その知識をどういうふうにこう使うのかどうか、ということですね。特に本番の試験でやっぱりこう求められている、まあ、質っていうものがありますけど、その質に合わせたような形で、その知識をね、使いこなせるようにする能力を身につけるのがね、この矢島の、まあ、論文完成講座ということになってきますね。まあ、その点に関して、あの私の方のね、まあ、論文の、司法試験とか予備試験の過去問を使ったりとか、あるいはその論点にちょっと穴が、まあ、できちゃうので、過去問だけだと穴ができちゃうので、まあ、私の科目によっては私のオリジナル問題なんかをね、さらにこう追加を、まあ、してですね、で、いずれも全部あの私の回答例をね、私が作った、回答例を使いまして、それでまあ本番の試験でこうね、評価されるようなまあ文章というのはどういうものなのかってことをね、論文というのはどういうものなのかってことをね、まあ徹底的にまあ説明をして、あとさらにね、こういうことをやっちゃうとまあ良くないんだっていうことなんかをね、まあしっかりとこうね、説明をしていきますのでね、まあそういう形でまあ論文に対応できるようなね、そういう法的思考能力をまあ身につけるための講座がこの矢島の論文完成講座ということになってきますね。で、以上のこのまあ ① と ②、まあ、矢島の即進プット講座とこの矢島の論文完成講座、これがまあ
はまずこの合格に必要な本当に核になるという能力ね、知識をまず合格に必要な知識をね矢島の促進部と講座で身につけて、で、今度はね合格に必要なその法的思考能力ですね、知識をきちんとこう事例処理に使えるようにする、そういう、法的思考能力を矢島の論文完成講座の方で、まあ、身につけてもらうというような形でできてます。でさらに、丸三の方の講座ですけれども、丸三の講座ですが、矢島のスピードチェック講座ですね、まあ、こちらは合格に必要な重要論点や重要判例をね、まあ、試験直前期、これ毎年年明けにやってて、まあ、2020年の1月にね通学クラスでやって、で2週間後ぐらいにそのね、通信クラスの方でもそれを配信することになってますけど、まあ、合格に必要な重要論点やね、重要判例を試験直前期に短時間でまあ効率よくね、復習するためのまあ講座ってことになってますね。でこれはまあ矢島の促進部と講座もね、受講されてる方でもね、その要点を確認復習をするのにね、すごくね最適な講座になってますね。でこのね直書きのとこなんですけど、昨年はこの講座40時間でやってたんですけど、今度新しくね収録新規で取るやつはちょっと2時間少し伸ばしましてね、43時間30分で、やることにしました。まあ、合格に必要な知識って大体これぐらいなのかなってことをさらにこうねちょっとこう、よくよくこうしっかりとこう分析して考えたところね、まあ、これぐらいの時間があった方がいいなと思って、それで今期はね新しいやつはこの 43.30分、このね43時間30分でね やることにしてます。でこの点ですね、ちょっと予備試験の方に関しては2019年の試験に合格しようと思ってる人ももしかしたらこの動画を見てるんじゃないかというふうに思いまして、そこでちょっと、このね2019年の予備試験の合格ですね、もうまさに試験の直前期になってますけど、その方方に向けては、こちらのですね、この5月に配布の、まあ、パンフレットの方では、まあ、この矢島のスピードチェック講座載せてるんですけれども、これはもうすでに収録を全部終えてるね、2019年の1月に、全てこう収録を終えたものを載せてます。でこれでね一気に2019年のこのね7月の論文試験とその後のね口述試験を対応してもらうっていうためにね、まあ、特にか、まあ、科目の関係からしたら、まあ、特にこう論文試験用になりますけれども、こちらのねものをですねパンフレットの方に、5月の、パンフレットの方だと、こちら5ページの方に今載せてるんですけど、これはね40時間のものになってますね。ただ2020年合格を目指しているという方がこれ仮にセットとかで取る場合は、この 43.5 時間のね新しいものをですね2020年の1月に新規に収録するものを取ってもらうことになってきますね。でこのね 43.5 時間のやつはまだこの予備試験の5月のパンフには載りません。予備試験のパンフに関してはまた後で夏に新しいのまた出すんですけども、論文試験のね前後ぐらいの頃に出すんですけど、そちらの方にこの43.5 時間のものが載ってますね。現時点だと、この 43.5 時間のものをこう見ようと思ったら、こちらのインターネットの方でね、レックの、ウェブページの方にそちら載ってます。あとは、まあ、司法試験のパンフレットになっちゃうんですけど、司法試験のパンフレットでも5月に新しいの作ってるんですけどね、そちらの方に43.5 時間のものが載ってますね。というわけで、2019年の、ね、予備試験に最終合格を目指している方は、まあ、すでにもう収録を終えてるスピードチェック講座がおすすめになってます。あと、まあ、民法の関係なんですけどね、そちらの方ね2020年 の予備試験の方はもう完全に改正民法ね、債権法の大きな改正ありましたけど、あちらの改正民法が出ることになってますのでね、まあ、そちらの新しい方をですね、スピードチェック講座も 43.5 時間のやつは新しい民法の方でやりますので、そちらをやってもらいたいと。で逆に2019年の、ね、予備試験受ける方はまだ改正債権法の改正出ませんので、現行の民法が、ね出ますので、改正前の民法が出ますので、それはこちらの40時間の方のスピードチェック講座で、ね扱ってますので、まあ、そちらの方で、まあ、勉強を、ね、していただければと思いますね。あと、この私の方で用意している、ね、この4つの講座の4つ目のものになりますが、それが ④、矢島の最新過去問山当て講座ってことになってきます。でこれはですね直接的に司法試験の過去問題材にね、直近の過去問題材に、まあ、法的思考能力を磨くっていうものをなんですけれども、その法的思考能力を磨くっていう点では予備試験の受験生にも十分役に立つんですよね。まあ、特に司法試験のその考査員はですね、まあ毎年出題の趣旨とか、あと採点実感という形で、特に採点実感がすごく参考になるんですけど、どういう答案が求められていてね、逆にどういう答案がダメなのかってことをはっきり書いてくれるんですよね、具体的に。なので、まあ、そういうのを踏まえてね、私の方で、まあ、最新のね、この過去問を使って、
この、ね、最近の交際員というのがどういうことをこう受験生に求めているのかどうかということをよくこう分かるようにですね、私の回答例を使って説明していくんですけどね、それはあの予備試験の受験生にも十分に役に立つはずなんですね。あとは山当てっていう点ではあのこちら司法試験のまあ山当てになるんですけど、ただその司法試験で出るような重要論点というのは、まあ、予備試験にとっても大事ですと同時に、その重要論点を学ぶことによって仮にそのピンポイントでその論点が出なくても、その重要論点を、ね、学ぶ過程で法的思考能力というのが身につくんですよね。その利益考慮ですね、法律の世界っていうのはやっぱりその対立する利益をいかにどう考慮するのかっていうことがね重要なテーマになってるんですけど、それをね重要論点を学習する過程でその利益考慮の基本というのがこう分かってきます。でそれが分かってくると、まあその一つ一つのそのね知識があのこうね細かい知識が一つ一つがどうのこうのっていう話じゃなくて、まあ広くねこう法律全体の考え方っていうのが分かるようになってきて、まあうまい具合にこう応用がね効くようになりますので、まあそういう点であのこの矢島の最新学問山当て講座ですね、まあ法的思考能力とかその法律のね感覚とかを磨くのにはすごくいい講座になってるので、まあこちらはあの予備試験の受験生にもねあの役に立つ講座ということでね、こちらの講座の方もおすすめしておりますね。まあ、こちらの方はあの司法試験のパンフレットの方に載ってますけどね、まあ、そんな感じでこの以上の1から4のまあ講座、この辺のところを取っていただければ、まあ試験に必要なその基本知識を習得してですね、さらにその基本知識をね、この事例処理っていう形でまあ応用できるようなその法的思考能力ですね、それが身につくようにあのなってますね。であとはですね、この4つの講座以外のちょっと細かい講座がねいくつかありまして、今度その丸5のところですね、こちらあの矢島の担当対策シリーズなんですけども、まあこんな感じで、まあ、基本的にはあの矢島の即習インプット講座しっかり勉強してもらえれば、まあ、担当でね6割7割は最低でもですよ、6割7割は取れるようにあのなるはずなんですけど、まあ、さらにね、その担当を確実に、したいと、どんどん点数を上げていきたいという人をにですね、ちょっとこう追加っていう形で、まあこの担当対策シリーズだけでもあの受講することは可能ですけども、ちょっといくつかの科目であの用意してます。で一つがこの家族法、それから、商法相続商行為手形法ですね。でこの商法相続商行為手形法はあの、まあ、論文に必要な知識の習得もこちらの方であのできます。まあ、ある意味矢島の即進ピット講座みたいな、ね形でちょっとこうね論文にも通用するようなね、基本的な知識を身につけることができるような感じでね、この細かいことばっかりやるんじゃなくてね、商法相続商行為手形法に関しては結構根本的なところの説明もあのしたりしますね。それから、会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法、それから行政法ですね。で最後に憲法統治です。でこの中のところなんですけど、憲法統治のすぐ下のねこの中のところですが、憲法統治だけはねあのレックが出版、販売している完全整理択一六法の憲法をあの使ってね、あのよく本屋さんに売ってるあの本なんですけどね、まあ、インターネットでも、まあ、あの購入すること可能ですけども、まあ、こちらの方を使ってやります。まあ、逆に言うとそれ以外のすべての講座はあのもうあの矢島のなんとかって形であの全部私の方で作ったねあのテキストを使っていくんですけど、まあ、この担当対策シリーズの憲法統治だけはね、まあレックのちょっとこう市販本をね使って担当対策をまあしているような感じになりますね。であとはですね丸6のところですけれども改正民法のね対策講座になりますね。でこちらの方はねあの今最近ねあの民法の改正がねされましたよね。債権法とかその相続法のところが特に中心に大きくあの変わってますけど、その改正前の民法をあの結構勉強した方はですね、その改正前と改正後の民法を混同しがちなんですね。でそこでそういう改正前の民法を結構勉強してきた人のためにですね、改正前のまず民法はこうだったんだってことを確認した上で、改正後こうなってるんだってことで改正法のポイントをね、勉強していくようなそういうあの講座がこの丸6のですね改正民法対策講座ということでこう、なってますね。ですので、まあ、まあ改正前の民法を全然勉強したことがない人は別にあのこの講座を取らずにですね、まあ、普通にあの矢島の即進インプット講座とか矢島の論文完成講座とか矢島のスピードチェック講座、そのね私の期間講座はこれも改正法前提にまあやっていくので、改正前の民法を知らない人はそのね私のその期間講座丸1から丸3のもので勉強してもらえればいいんですけど、まあ、改正前の民法を結構勉強している方はですね、まあ、丸6の講座をちょっとこう利用してですね、ちょっとこのどこが変わったのかってことをちょっと意識的にねこの講座でまあ押さえておくと、その私の期間講座ね、丸1の矢島の即進インプット講座とか、まあ、丸2の論文完成講座とかね、丸3のスピードチェック講座の理解が、まあ、要はあのしやすいのかなというふうに思いますね。まあ、そんな感じで改正前の民法を勉強したことがある人向けにですね、この丸6の講座の方をまあご提供しておりますね。で本格的な改正民法はね、まあ、即進インプット講座とかスピードチェック講座とかね、論文完成講座の方で、まあ、やってもらうようにね、ってことであの考えてます。さて、今度次ですけれども、
ちょっと気が早いんですけど丸7ですね、順番的に言うと。あれこれね、予備試験受かった後に司法試験受ける時の選択科目どうしようかっていうふうに迷ってる方、私の方ではこの労働法の方を、こう作って、自分が受験生の時労働法選択だったんでね、自信を持ってこう講座作りができるので、それで労働法だけちょっとご提供してるんですけども、労働法に関してはね、インプットと論文の対策をしたければこの選択科目総整理講座という形で、全部で24時間、3時間の講座が8コマでね、24時間だ。その気になって、例えば寝ずにね1日中勉強したら24時間で1日でね、できちゃうものになりますけど、十分深い試験に合格に必要なだけの知識のね量と質は提供してますのでね。あと論文の回答例なんかは過去問使って私の方で回答例作ってね、徹底的に責任を持ってですね、その論文の書き方を指導していきますのでね、そんな感じでこの選択科目総整理講座なんかを利用、矢島の労働法をね、利用してもらえればというふうに思いますね。ちなみに選択科目に関してはいろいろ他にもありますけど、労働法のメリットとデメリットですね。まず労働法デメリット、これはちょっと他の科目と比べて覚えることが多いっていうふうに言われてます。ただその点は私のテキストを十分これ整理してね、大事なところにちゃんとこう記号をつけて優先順位つけてるので、そこのところは私の講座利用してもらえればね、そんなに負担にはなんないのかなっていうふうに思いますね。あとはメリットとしてはやっぱり労働法ってやっぱ教材が揃ってるんですよね。いろいろ受験業界の方でも力入れてるんでね、受験生の数が一番選択科目の中でも多いので、受験力入れてるんでね、そういう点で教材が揃ってるというところ。あとは一つ興味関心の問題なんですけど、労働法っていうのは全ての人がですね、例えばなんかアルバイトしたりとか、あと皆さんどうせいずれ今働いてなくても司法試験受かったら働くようになると思うんですけど、そういう時にやっぱりこうね、労働関係の法律関係入ってくるわけですよね。あるいは自分自身がその労働者にならなくてもね、そういう労働者に絡むその事件を担当することにもなるはずなんですけれども、そういう点で非常に身近な法律なんで、興味を持ちやすいのかなと。で、興味が持てたらね、勉強は自然とはかどっていくんですよね。ですので、そういう点で、興味持ちやすいっていうところと、試験対策するための教材が揃ってるという、そういうメリットがありますね。そんな感じで、私の方は、デメリットね、多少覚えることが多いっていうデメリットはあるんですけども、メリットの方が大きいのでね、自分が受験生の時ですけどね、そういうんでちょっと労働法を選びましたね。特にやっぱ興味がね持てる科目を選ぶっていうのが一番いいと思いますね、選択科目に関してはね。そういう点でもし労働法の方に興味があったらね、こちらの講座の方を利用してもらえればと思いますね。で、労働法に関してはこの括弧2で直前対策講座っていう形で、例年これはねパンフレット、選択科目総整理講座の司法試験のパンフレットの方に載ってるんですけど、直前対策講座の方は現状パンフレットに載ってなくてね、毎年突然3月ぐらいに必ずやってるものになりますね。インプットのところね、ちょっと短い時間なんですけどね、要点だけこう簡単に復習したいという方ね、最後の直前期の締めって形で、要点だけちょっとこう復習したいっていう方に向けて、こういう、ものを提供しておりますね。というわけで以上が労働法の話ですね。あとその前に、そもそも、予備試験に受かんなければいけないわけなんですけど、予備試験に関してこの ⑧ のところになりますね。矢島の法律実務基礎科目ですね、民事と刑事、こちらね2020年の5月に配信開始の新規講座なんですけれども、2020年の、合格目標、法律実務基礎科目は2020年の、7月に実施される予備試験の論文試験、そこから出題されてね、その後の口述試験でも、この実務基礎科目の方も聞かれますけども、そちらに向けての直前対策講座という形で、こちらの方をねちょっとこう提供しようというふうに思っておりますね。法律実務基礎科目にあんまりこうね正直予備試験でね科目がね非常に多いですから、実務基礎科目にばっかりこう時間をねかけてられないっていう受験生もすごく多いと思うんですよね。ですので、そういうね忙しい受験生、実務基礎科目ばっかりこう時間かけてられないっていう受験生のために、直前ね、この民事と刑事それぞれ合計9時間ずつ、2つ合わせて18時間なんですけどね、そこで一気に試験の合格に必要な、知識やその法的思考能力を、身につけるための、ものに今なってますね。というわけで、こちらちょっと先になりますけどね、2019年度にはまだ提供できないんですけど、2020年の5月から配信でね、そこで、頑張ってもらって短期間で一気に、追い上げてもらって、それで2020年度の、予備試験に合格してもらおうという講座になっておりますね。
あとはまあ矢島ゼミね、こちらはあの水道橋校に来られる方限定になりますけど、まあ、通学クラスの方でまあ実施しております。というわけでまあ以上ですね、私の講座、まあ、予備試験のパンフレットに載ってるものと載ってないものがあってね、で載ってないものはあの司法試験のパンフに載ってたり、あるいは そもそもさっきの直前対策の労働法はあのパンフにどこにも載ってないんですけど、まあ、そういうものがあるんですけど、一応今日この用意したレジュメですね、こちらの方を見ていただければですね、まあ、私の方であの今年度にこうね、あの作ってる新規のまあ講座がどんなものなのかっていうのをね、分かっていただけるようになっておりますね。あとは私の方であのいろいろ無料公開講座のやってるんですけども、まあ、結構あの司法試験の方のね、パンフレットの方にはたくさん結構載ってるんですよ。予備試験の方はあまり載ってないんですけどもね、まあ、あの予備試験の受験生でもどうせ司法試験の受験生になるわけですから、まあ、ぜひあの司法試験のね、あの、無料公開講座の方に来てもらって構いませんからね、あの予備試験の受験生もぜひ来てもらいたいと思ってますので、まあ、そんな感じでちょっとインターネットでレックのウェブページ見たりとか、あるいはあの司法試験のパンフレットもしあれでしたらね、あのこうどっかで入手、レックの各本校あるいは、このちょっとこう郵送等でお願いしてね、まあ、入手をしてもらって、まあ、それで、ぜひね司法試験でもあの予備試験でも、まあ、それぞれの無料公開講座やっておりますので、まあ、ぜひあの足をね運んで、もらえるとね嬉しいかなっていうふうに思いますね。で、来てくれたらね、まあ、あの動画見ましたよっていう感じで声かけてもらえればさらにまあ嬉しいかなというふうに思います。というわけで、まあ、以上あのこれがね私のまあ講座の大体概要なんですけれども、まあ、合格をしてる人にね、まあ、どんな勉強していたんですかっていうことをまあ聞くとね、やっぱ人それぞれいろんな方法をこうね、あのこう取っててね、まあ、唯一の方法っていうのがないってことがまあ分かってくるわけなんですね。ですので、まあ、皆さんの方もね、これからちょっとこうどういう勉強をしていこうかっていうことをちょっと考えて、ですね、でそれを決めたらもうそこ邁進してね、迷わずにあのその方法を信じて、あのどんどん勉強を、ね、していって、もらえればと思うんですよね。まあ、方法だけ考えててもね、いつまでたってもあの合格には近づけませんのでね、もうある程度の、まあね、こう期限決めて、勉強の方法を、ね、をどうするのかっていうのはね、ある程度期限決めて考えたら、あとはもうその決めた方法をしっかりとね、あのちゃんと実施をするっていうことがまあ大事になってくると思いますね。で、まあ、その時のまあ一つのツールとして、まあ、私の講座があるんだと。別に私の講座以外にもね、いろんな方法があると思いますのでね、まあ、ちょっとこう各自、自分に合うような方法でね勉強していって、まあ、必ずね合格をしていって、いただければというふうに思いますね。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと簡単でしたけれどもね、以上私の講座の説明、ということになります。というわけで、まあ、あとはですね、なんとか皆さんの方でですね、まあ、この夏とかね秋とか、まあ、なかなかこうだれがちじゃないかと思うんですけども、まあ、放送になりたいというね、まあ、その初心を忘れずにですね、まあ、早く法律家になって活躍したいんだということをちょっとこうね、思いながらですね、自分を奮い立たせて、このね、勉強の方頑張っていっていただければというふうに思いますね。じゃあ今回の動画はねこの辺のところで終わりにいたします。まあ、何か機会があったらね、お会いできたらね嬉しいなというふうに思いますね。じゃあ今回これで終わりにします。どうもお疲れ様でした。